ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は府中の交通公園にやってきました。 D51 型蒸気機関車はデゴイチの愛称で親しまれ、昭和11年から昭和20年までに1115両も製造された日本の代表的な蒸気機関車です。ここに展示されている D51 の296は国鉄の発注により昭和14年10月川崎車両株式会社が製造し、新潟、長野、東京、仙台、秋田各鉄道管理局に配属され、青森県内の奥羽本線を最後に引退するまで輸送に活躍し、関東、東北地方の産業、経済、文化の発展に多大の貢献をしました。昭和45年から青森機関区に所属し、国鉄の動力近代化に伴って昭和47年3月に引退したものです。ディーゼル機関車とか電車が、動力の近代化と言われています。 SL の運転席を見てみましょう。結構、メーター類がたくさんあって、多分蒸気の圧力をチェックしながら運転するんですかね。石炭を後ろから前に、持ってくる人も多分大変だったと思います。奥には電気機関車 EB101 というのが展示されています。昭和2年に東京芝浦電機株式会社などによって2両のみが製造され、国鉄で初めての蓄電池機関車として東北本線王子須賀間の貨物輸送として運行しました。鉄道史上大変貴重なものです。当時沿線には火薬庫などがあり、火器を避けるため蒸気機関車に代わりこの蓄電池機関車が採用されました。昭和6年に核電線が設置され、蓄電池が不要となったことに伴い電気機関車に改造された後は、昭和46年1月まで44年にわたり貨物輸送の電気機関車として活躍してきました。ご視聴ありがとうございました。